ばんは、ママドンです。こういう形の、コピーバンドさんみんな出てるんですけども、私たちいろんな、コピーでもこだわってなくていろんなバンドをコピーしてまして、こういった大体、フリーネタの、ね、ロックが多いんですけど、こういうの好きな人がいたらぜひ今後もいろいろと活動を続けていくんで、皆さんどうか見に来てください。よろしくお願いします。Thank you.
今日はありがとうございます。ちょっと早いんですけど、ここでメンバー紹介、ちょっと早いですけど、たまにはね、あのメンバー紹介、まあ平均年齢、今54歳ですかのバンドなんですけど、こちらが、まず紹介してみてます、今日はね、ちょっとドラムはいつものドラムじゃなくてちょっと借りてきて、今日急遽ドラムにちょっと不幸なんでちょっと借りてきてるんですけど、ヘルプですね。ドラムの修正。でこっちにね、まあ、ズラですけど、この二人はズラじゃないんですけど、あとそっちにズラですけど。ハゲて何か。あ、いいんですけど。まあね、ハゲちゃちょっとかっこいいですけどね。吉田秀武。フルネームで言っちゃったよ。コス秀武です。本名スローはクオちゃん。ギター。でね、うちの、リーダー的存在ですけど、ベースがジャッカーね、ハーレーダビッドさんが似合いそうな格好してますけど。で、最後に、ボーカルですけど、誰か紹介してくれますか。俺と金平浩二。あ、違います。芸名あるんですけど、一応クリストファーです。なんでクリストファーなんですか。響きがいいからです。いいね、キャップですか。俺あんまり行かないですから分かんないですけどね。はい、ということで、こういった、53、4歳の平均年の、バンドですけど、まあ本当にロックがね、全盛期の頃を散々聴いてて、やっぱり年取ってもね、こうやってみたいなということで、久々に、何年か前かに、結成しました。あと、2曲で最後になります。よろしくお願いします。Yeah.
次の曲で最後になります、よろしくお願いします。あとですね、はい、忘れてました。まあ、5月の14日になりますけども、駅前 のグローブっていうところで、まあ、プロのね、ちょっとバンドがいるんですけど、そこで、ちょっと前座、まあ、私たちバンド若いんですけど3バンドぐらいやるんですけど、もし、まあ、やっぱりハードロック中心のね、そのプロの方も、だいぶまあ、皆さんラウドネスとかそういう時に大阪からいろいろ若手のバンドが出たんですけど、今はおじさんだったんですけど、その人たち のグループの方々なんですけども、5月の14日日曜日になりますけど、盛岡の、駅前のグローブっていうライブハウスでやりますんで、もしお暇な方いらっしゃったら、見に来てくださいということです。よろしくお願いします。かまどま前座で出ます。よろしくお願いします。じゃあ最後に曲いきます。Century visa.